ったじゃん。お前が嘘つくからだろ。何を？その時何の嘘ついたの？18歳って。それはネタじゃん。18なわけねえだろ。いや、だから大原誠二が永遠の12歳っていうのと一緒じゃん。でもめくれてるよね。だから18なわけないじゃん。でもそれは分かるよね。大原誠二38歳ってめくれてるよね。だからなんであなたが言うの、そこを。それでだから信用できないじゃん。で、言わなくてよかったわって思ったの。いや、見せなくてよかったって思ったね。いや、お前に全部さらされる、ね、設定をいいことにね、調子乗ってるからね。いい年こい。あ、ほらね。いや、ほらにじゃなくて、30前の女性がね、ダメでしょ。じゃあ何、個人情報で俺が名前を名字とか言うと思ってんの？うん、あ、でもさ、そんなに危機管理能力が高い人ってさ、まず顔出ししないよね、みんな。そこまで守ろうとしてる人が顔を出すってすごいリスクあるからね。なら配信しなくない？そんなに個人情報守りたかったら。普通はそうなるよ、上げ足取るなよ。いや、上げ足つかそう思うでしょ。いや、顔出して一番の情報を与えながら個人情報を見せれないって何か裏があると。だからネットの王子と一緒だよ。裏があるからじゃない。何の裏？分かった、日本人じゃないんだ。は？日本人じゃないんだよ。何人だと思う？これ何人かな。中国人じゃない？うん。なんか中国人っぽいもん。で、それめくれた時本当にやばいよ。言うなら言っときな。笑ってるし。いや、中国。これバレてるじゃん。図星じゃん。中国人じゃないよ。なんでそんな笑ってんの？中国人って言うからさ。でもうまいよね。いや、中国人でも嫌いにならないよ。中国人のね、人にね、めちゃくちゃモテるんだよ、マジで。本当にモテる。だから。何隠してるの？何が？で、財布に保険証入ってるよね。入ってないって。みんな保険証ってどこに入れる？なんでかっていうと、絶対そうなると思ったから、持ってきてなかったの、事前に。ああ、ってことは同居人の男を信用してるから同居人の男の家に置いてるってことだよね。まあそうだね。で、俺よりも同居人の男を信用してるんだったら 10年の付き合いだよ。だってじゃあ俺にそんなに信用がないのにそこまで無理して俺をと付き合うの？お前は言ってよ、全てを捨てれる覚悟がある。覚悟がないじゃん。家族捨てていい？家族よりも同居人の男の方が大事なの？そういうことを聞いてるから、聞いてるのにそういう発言するから好きとかって面倒くさいことになるんじゃないの？家族よりもその同居人の方が大事だよ、確かに。あれ、じゃあ同居人、同居人と俺どっちが大事なの？え、ゼロワンだよ。だけど、いや、家族はそんな大事じゃないね。なんで？別におかしくない？なんかそんな思い入れない。お母さん聞いてるんだよ、これ。全部は聞いてないと思うよ。これ聞いたらお母さんどう思うの？なんとも思わないと思うよ。で、同居人は全て知ってるの？お前のこと。うん。で、俺は知らないの？でもその同居人も、前ね、本当に変わってるんだけど、じゃいけないなと思ったの。言えよ。何が？何がじゃねえよ。眉本当に変わってるんだけどって。それでなんだよ。じゃあなんかね、恥ずかしがり屋なの。何が？じゃあなんか恥ずかしがり屋なの。え、眉って本当に変わってるんだけど。
変わってるんだけど恥ずかしがり屋なのって。そんなにもう別にあのすぐなんかいろいろ教えたわけでもないけどね、2、3年とかで。だって前ゼロワンにさ付き合った最初さ本名言わなかったじゃん。ね、あれ バレてなかったらそのまんまマイク突き通してたからね。それあの一個前の彼氏にもそうだったね。そういう癖、変な癖があるんだよ。それ何なのかわからん。じゃあ俺も秘密にしてることをそろそろ言おうかなと思ったけど言わないで。やめた？うん。ね、泣いたかして。俺もみんなは知ってるよね。でもこいつに言うのはやめとくわ。みんなは知ってるけど言ってないやつあるじゃん。前は性転換してたらどう思う？いやいや、いいんだよ、そういうの。対抗しに来てこないで。びっくりするよね、あれ。ね、サオサオさん。あのことのやつね。うん。あれもいろいろあったな。だから、対抗してこないでいいよ。うん。で、俺も言わない。多分別れたくなるかもしれない。俺も逃げてる。言うと惹かれるかと思って。前の体の中にある赤いあざの刻印の重い理由とか。何？いろんな。で左手タバコ持ってね。はい。それ直してね。うん、助手席で。片肘ついて右手でタバコ吸ってもくもく運転の邪魔する女がどこにいるの？いないからね。本当にラウンジで働いてたの？そんな配慮すらできないの？やばいよな。痩せてマジで。あと7キロぐらい痩せて。無理だよ。あんだけハイボール飲んでた。ハイボールってビールよりは太りにくいって言われてるけど、だいたいビールの半分のカロリーなんだ。7杯、8杯飲んでたら、でもさ、生ビールを4杯飲んでることになるから、生ビール1杯っていうのはご飯1杯分のカロリーがあるから、お前は毎日、ね、茶碗4杯を、ね、茶碗4杯を食べてるんだよ。でも、毎日、深夜に。ジムトレーナーは深夜に茶碗4杯分のカロリー取ってるやつが痩せれるわけないの。プラス、ハイボール飲めプラス、焼き鳥。じゃあハイボール飲もうって言わないで。だから痩せようと思ってる人は痩せようと思ってるからビールじゃなくてハイボール。だからハイボールっていうのはビールの半分、じゃあもう酒一滴も飲むなってこと？ビールの半分のカロリーだから飲んでもいいけど痩せるって言わない方がいいよ。痩せれないから。痩せれないって言ったら痩せれないんだよ。そうやって全部決めつけるのやめてよ。いや全部決めつけるっていうよりは口だけなんだよお前は。口だけじゃないよ。口だけ。俺が好きっていうのも口だけ、痩せるっていうのも口だけ。口だけなの？口だけだよ。うん。口だけ女。口だけ男。いや俺口だけじゃないよ。口だけって言ったじゃん。やるときやるって知ってるから。やるときやるの知らないで俺を応援するバカっているの。今にわかは俺がやってるとこを知らないだけで、俺ってやるときってめちゃくちゃ頑張るから。やれって言われたらやるの？自分でやろうと思ってやるんだよ。頑張ろうと思って。何に俺が今頑張ってるかっつったら、マキを好きになろうってことに頑張っちゃってるからおかしくなっちゃってる。わかる？それ別に頑張るところなの？頑張るところでしょ。なんで？嘘がめくれた時点で頑張らないと無理だよね。同居人の男のとこに送ってそのまま家に帰ってくって頑張らないと無理だよね。わかるよね。わかりやすいよね。だからゼロワンもっと配信頑張ろうよって、そんな女捨ててまた配信頑張ろうよって言ってるリスナーがね、怒ってるんだよ。また同じことやってみんな。そうだよね。もう飽きたよって、毎日毎日同じことばっかり。もう疲れたよ。
しっかりして目覚ましてよと怒ってる。なんでかって言ったら、頑張れば頑張れるから。なんで眉に頑張ってんのって感じ。でも俺はごめんねって、好きだからって言ってる。それをやっぱ分かってくれない。分かれない。何指輪つけてんの？入った。見してみて、みんなに。もう結婚する気だよ、この子。左手薬指につけてるよ。左手薬指に20万、消費税込み20万9千円の指輪。ごめん、ありがとう。もう結婚する。ツイッターのヘッダーとかやってほしいの？ね、あれ消しちゃったけど、やってほしいならやってほしいっていいな。いいよ、自分のしたいようにしな。いいの？コンビニ寄って帰る？うん。なんかいる？何もないよ。ああ、お水とか買わなきゃね。お水買う？ゼロワンとこ絶対行かないよ。ゼロワンと絶対今日会わないよって言ってなかった配信で。いやもう疲れたから、そのクルちゃんのやつは見てたからね。なんで見てたの？いやだからちゃんと話し合ったの？一回配信切って、あの行こうと思って、今どこにいるんだろうって状況を把握してみようと思ったら、クルちゃんの画面になって。配信してたの？その前から。え？してたの？前を配信してたみたいな。ハト来なかったけど。配信してたよ。してないよね。してたよ。電話かかってくる前。一回切って。分かって。え、いや、そうだって。別れよって電話かかる前、配信してなかったよね。あれ？あ、そうだそうだ。はい、行こうと思って、電話したら、クルちゃんで泣いてた。しかも涙をアピールしてた。それでもう疲れたって配信したから。なんで嘘になるの？間違えただけじゃん。それどんな嘘？どんな得すんの？そんな嘘ついて。厳しいからね、リスナー。何でもかんでも。厳しい。横で配信する。ギガ使って。どうしたの？